どうもみなさんこんにちは、プロのチャンネルです。今回はこちら。こちらは iPhone12 Pro です。今日6月11日に WWDC の気象公演が行われました。その中で新しい OS の発表がありました。具体的には iOS、iPadOS、MacOS、WatchOS、そして VisionOS ですね。はい。で、え今回は まあこのチャンネルではですね、例年 iOS の方をですね、まあ見ているんですけれども、えー、今年もこの iOS18 のベータ版が登場しました。えー、今回はこちらをですね、軽く紹介していきたいと思います。えー、詳しい機能の説明については、まあできる状況にはありませんので、えー、いつも通り省略させていただきたいと思います。 それではまずビルドナンバーについて見ていきましょう。ビルドナンバーですがこちらですね。22A5282M です。こちらは iOS18.0 のベータ1ですね。デベロッパーベータンです。一般の方が利用できるパブリックベータは7月にリリースされる予定となっています。で、対応する えー、iPhone はですね iPhone XS 以降の端末となっていて iOS17 とは変わってはいませんねただ iPad の方には変化があり iPad ですとサポートが終了するといったデバイスがあり2017年の iPad Pro ですね10.5インチの iPad Pro と12.9インチの iPad Pro の第2世代そして iPad の第6世代の3つがサポートが終了することになりました。ですが、iPad6 と同じプロセッサーを搭載しているこちらですね。iPad の第7世代、ちょっと画面に入りきりませんが、こちらはサポートが継続されることになっています。これはすごく意外でした。まあ、事前に噂はあったんですけれども、えー、同じプロセッサーを搭載しているのに、 対応バージョンが異なっているといった状況となっています。はい、で、今自分が持っているこの iPad の第7世代は、現状、画面が壊れています。なので、使えないです、はい。ですが、今回サポートが継続されることを聞いてですね、画面とか、あとはバッテリーですね、この2つをちょっと交換して、また使ってみようかなというふうに思いました。 iPad の第7世代が壊れたためですね、自分は iPad mini 2をオークションの方で購入して使っているんですけれども、やはりそちらではですね、スペック不足が目立っています。ですが、iPad の第7世代は現在もアップデートが続いていることもありですね、まだまだ現役で使っていくことは可能だというふうに思っています。はい 自分はですね、この iPad の第7世代で iPadOS の17はえこれまで人生の中で一度も触ったことがないんですねはいですがえ画面とバッテリーの修理をして、えー、iPadOS の18を触ってみようかなというふうに思いましたはいで iOS の方ですね iPhone の OS を見てみましょう、えー、あまり詳しくは 紹介はしませんけれども、パスワードというアプリが追加されていますね。その他、コントロールセンターのデザインの変更など、そうしたものがありました。で、Apple Intelligence というものも登場しましたが、それはですね、AI の機能となっていますね。Siri の UI が刷新されていたりですとか、そうしたものとなっているんですが、そちらはですね、 えー、iPhone15 Pro シリーズですねですとか、Apple シリコンを搭載した、えー、iPad Pro など、えー、そうした、えー、新しいデバイスでのみ、えー、使えるものとなっています。えー、Apple シリコンというのは、M1 チップ以降を搭載したものですね。はい残念ながら、この iPhone12 Pro では使えないということになっています。はい とということで今回は、えー、今日6月11日に、えー、WWDC 基調講演が行われまして、iOS、iPadOS の18のベータ版がリリースされたといったお話をしました。最後までご覧いただきありがとうございました。